木村雅彦はなぜ力道山を殺さなかったのかは、増田俊也による長編ノンフィクション。ゴング格闘技史上で2008年1月号から2011年7月号にかけて連載、2011年9月30日に新潮社から単行本として発売され、発売半年で18冊のベストセラーとなった。第43回、大谷総一ノンフィクション賞。 第11回新潮ドキュメント賞受賞作。史上最強の柔道家と呼ばれる木村雅彦の生涯を書いた表伝。その過程で、明治、大正、昭和、平成にかけての柔道師と、世界の総合格闘技師や、空手、合気道、ブラジリアン柔術、プロレス師などに触れられている。昭和十二年から全日本柔道選手権を十三年連続で、保持。 木村の前に木村なく、木村の後に木村なし、鬼の木村と称えられた木村の生涯を新聞記者出身の作者がこれまでに築いた取材力と人脈を活かしながら18年の取材執筆をもとに書かれている。2013年4月からは週刊大衆にて内容を大幅にアレンジした漫画家作品木村が連載開始された。で 昭和天皇から歌手された担当を手にする木村正彦同郷熊本出身で鬼の牛島と呼ばれた牛島達熊によって才能を見出された木村正彦は故郷熊本を離れ東京の牛島塾で訓練を受け全日本選手権を連覇1940年の天覧試合を制するしかし戦争で柔道から離れざるを得ず戦後も GHQ によって 軍国主義的との落印を押された柔道は禁止され、続け、不遇の時代を過ごす柔道家のために、師匠牛島は、プロ柔道を旗揚げし、木村正彦も参戦する。しかし、興行の失敗で、指定は他元を分勝ち、木村は海外へ渡る。ブラジルのマラカナンスタジアムで、エリオ・グレーシーの挑戦を受け、これを退けた木村は、アメリカ本土に渡り、プロレスラーとなった。 やがて帰国した木村は別ルートでプロレスラーとなり日本にプロレスブームを引き起こした元大相撲関分けの力道山とタッグを組むようになる。しかしプロレスに適応できず負け役ばかりの現状に耐えかねた木村は真剣勝負で決着をつけようとマスコミを通じ力道山に宣戦線復刻する。ここに昭和の岩流島と呼ばれる試合が行われることとなった。 原稿用紙1600枚、700ページを超える二段組という異例の退庁のため、新庁舎から単行本が発売されると、新聞各紙、週刊誌、月刊誌などで書評が次々と出され、様々な意見が交差した。以下に代表的な書評を一部引用する。ありがとうございます。